クロバー、タティングシャトルボビン。糸を引っ張るとボビン部分が回転し、シャトルを回さずに糸の繰り出しや繰り戻しがスムーズにできるタティングシャトルボビンが新登場。ボビンが取り外せるので糸の交換やボビンへの糸巻きが簡単で、製作途中でボビンを休めておくこともできます。セット内容、シャトル1個、ボビン2個、ストッパー1個、ワッシャー2個、ストッパー、ボビンを休めたりボビンに手で糸を巻くときに使います。ワッシャー、ミシンを使ってボビンに糸を巻くときに使います。糸の巻き方、手で糸を巻く場合、ボビンに糸を結びつけます。ストッパーの突起部分をボビンの穴に差し込みます。ストッパーを指で持ち、ボビンに糸を均等に巻きつけていきます。巻けました。ボビンからはみ出すほど巻かないでください。ミシンを使って糸を巻く場合、ミシンの下糸巻き機能を使用します。スピードを低速にし、少しずつ様子を見ながら巻きます。ボビンに糸を結びつけ、ワッシャー2個、ボビンの順に糸巻き軸にセットします。糸巻き案内に糸をかけ、糸玉を手で持って糸を巻いていきます。ボビンからはみ出すほど巻かないでください。ボビンが動かなかったり空回りする場合は、ワッシャーの数を減らして調整してください。ボビンのセットの仕方、糸の巻いてある向きを確認してから、シャトルの横側から差し込み、カチッと音がするまで押し込みます。糸を引っ張って繰り出します。ボビンを外したいときはシャトルの横から指で押し出します。使用上のご注意、用途以外でのご使用はお避けください。角の力が加わると破損や変形の原因となります。お子様の手の届かないところに保管してください。本体にセットするボビンは必ず付属のもの、または別売りのスペアボビンセットのものをお使いください。他のものは使用できません。商品のご紹介、タティングシャトルボビン、ホワイト、ブラウン、シャトル1個、ボビン2個、ストッパー1個、ワッシャー2個がセットになっています。スペアボビンセット、ホワイト、ブラウン、スペアのボビン5個とストッパーのセットです。ワッシャーも2個ついています。タティングシャトルボビンケース、シャトル、ボビン、ストッパー、ワッシャーが収納できる専用の収納ケースです。蓋が透明なので中身が確認しやすく、スポンジが糸をホールドし、ほどけず絡みにくい設計です。タティングシャトルケース、従来品のタティングシャトル、タティングシャトル L が収納できるケースです。蓋が透明なので中身が確認しやすく、スポンジの溝はタティングシャトル、タティングシャトル L のどちらでも入れることができる形状です。タティングレース作りの作業性を考えたタティングシャトルボビンを使って、楽しく快適な作品作りをお楽しみください。